今年 IA1 クラスでゼッケン40番で HRC で走る尾形誠です。去年は、IA2 クラスでランキング2番手で、今年は IA1 クラスで、毎戦入賞して、各戦表彰台に上がって、優勝できるときは優勝して、最終的にランキングで上位に入れるように頑張ります。アメリカは2月から3月ぐらいまで1ヶ月間行ってたんですけど、すごい近くにコースがたくさんあって、でそこでかなり乗り込みができたんで、かなりいい感じに、体力もついてきたし、技術もついてきたと思ってます。それで向こうのコースはかなりコースもちゃんと整備がしてあって、で散水もしてあるし、で、場所も違うから、まあそのコースのいろいろ違う練習ができて、すごいいいトレーニングになりました。モトクロスはすごい乗ってても面白いし、見てても面白い競技だと思うんで、ぜひ、まあ、モトクロスに限らずモータースポーツを、皆さんで盛り上げていけたらいいなと思ってます。どうしたんですか？だってアメリカに行ったらなんかもう必ず言うよねそれ、うん、絶対言うもん、言うし、こうなんかみんながなんだろうな、もう本当に楽しんでる家、僕がステイさせてもらった家の隣近所の家もみんなバイクを持ってて、ガレージがあってバイクを持ってて、でバイクの他にもバギーとか何台かすごい持ってて、でまあ週末になるとみんながそれをトレーラーを、すごい日本じゃ考えられないようなでっかいトレーラーを出してきて、それにバギーを3台4台積んで、でみんな遊びに行ってたりしてて、でそういうのを見てるとやっぱすごい楽しんでるなって思うし、楽しそうだし、日本もなんかそういう風にもっとモータースポーツが、普及してみんなで楽しめればもっと面白くなるんじゃないかなと思ってます。このコースは昔から小池田さんとか、が走ってて、よくこのコースでヒート練習を4本とか昔からやってて、で僕たちキッズライダーだった頃はそれを見て、あんなに走るんだなっていう風に見て勉強して、で時々後ろを走らさせてもらったりして、まあ、前週はついていけないんですけど、半周とかついて行かせてもらったりして、で多分そういう練習をさせてもらって少しずつ速くなってこれたんだと思います。あとはコースはちょっと荒れてるから、あんまり他のコースよりもいいコンディションじゃないから、逆に他のコースに行った時にちょっと綺麗なコースで走れるんで走りやすいっていうのがあるのと、あとはサンドコースもあるし、ちっちゃいコースもあるし、遊べるところもあるんで、
そうオンオフをなんかうまく使えて、いい練習ができてきたのかなと思ってますね。多分あんまりマディでも普通に走れるのは結構ここのコースもマディの時が多いからで、すごい土が滑りやすいのと石もあるんで、なんかそういうところで走ってるうちになんか上手に走れるようになったんじゃないかなと思います。雨の日でも今日雨だからやめようっていうんじゃなくて、雨でもできる練習をしてる、コースに行ってもしてるから、まあレースで雨が降ってもいつも通り走れるっていうのもあると思います。昔から乗ってて、で僕も好きなバイクなんで、特に不安とかはなく、マシンのチェンジもうまくできた感じで、でパワーがあるから乗りやすいし、今年走るのに向かって自信はあります。で HRC に入れて体勢もすごい昨年よりも整ってきてて、皆さんの力を借りて、でいい環境で走れてるし、去年よりもさらにいい成績が残せると思ってます。体力的にも去年一昨年よりも、徐々に上がってきてて、フィジカルも
強くなってきてるし、乗り込みもできてるし、マシンの方も HRC さんがすごいいい状態にしてくれてるんで、レースに挑むのにとてもいい状態で臨めてると思います。あと他のライダーもみんな一生懸命頑張ってるから、僕も手抜きはできないと思ってますし、みんな全力で走ってるんで、僕も全力で走っていいレースをしたいと思ってます。成田さん、厚田さんは少し別格なんで、やっぱりその2人を、抜けるように頑張ってきてるつもりでやってますし、で必ず2人ともいいレースをすると思うんですけど、僕もそれに負けずにいいレースをして、でバトルをして、みんなが見てて面白いと思えるようなレースがしたいと思います。確実に、ポイントを取って、絶対に落とすレースはしない、それで走れば必ず結果はついてくると思うし、であとは転倒や怪我は絶対しないで1年をしっかり走る、それで九州はかなりハイスピードコースだし、抜きどころが少ないんで難しいんですけど、スタートからしっかり出て、でちゃんと走れば結果はついてくると思うし、オフビレはどんなコースになるかちょっと分かんないんですけど、でも走り込んでるコースだし、で地元の皆さんもいっぱいいるんで、楽しく自分の走りができれば、結果はついてくると思います。あとはみんなが、みんな応援してくれてるんで、僕もそれに応えられるような、見てて面白いレースをしようと思ってるんで、ぜひ皆さん応援をよろしくお願いします。いいねいいね、もちろん